70分の難問なので、一応メモをしながらいきます。1からね、1からいきます。1こういう感じでね、この最初で決まる。これも間違えたらもう、なんか今日これなんかおかしいなーって、こう進まないなーっていう時は大体間違ってますね、どっかで知らない間にね。自分ではちゃんとやってるつもりですよ、はい、でもね、あるんですよね。これが一番大事です。最初書いてしまうとね、もうそれがずっと 目に残っちゃうんで、ね、なんかなかなか戻れなくなるんですよ。やっとけば解けます、まあ、そうなってるわけだからね。要は間違ってるんですね、どっかでミスってるんですよ。こればっかりはね、ミスる人間だから、だからいかにミスらないようにっていう、まあ、そのまあ訓練のために僕もやってるんですけど、それでもミスる。分かっててミスる。やっぱり眠くなったりとか、ちょっと脳みその働きが悪くなったりとか、目線がちょっと違うとこ行ってしまったりとか、他のこと考えることないんだけど、そのこうないですね。6666666、まあ丁寧にやることが一番。やっぱりね、調子に乗ってくるとついスピードアップっていうか、なんか早くやっちゃおうっていう、なんかね、そういう風になってしまう。僕の場合はね、なるんですよ。だから、なんか急に、6、ダメになったりするんですよね。7、7がこう、7、7、7、ここね。で、ここ、ここ。でも、この時ちょっと、動いといてください。8がね。7、8、9しかない。1から9までだからね、覚えとこう。なるべくこう分かってる間に、こう気づいたのを刺さってやっていくっても大切ですね。で、特に順番でいってる時に気がついたらね、7、8、8、8、7やってない今。7で、ここ7でしょ、で、ここ7で、サブロックサブロックも消えてるんで、ここですね。7、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 
で、共有会のは、ここ面白いですよね。7、ここですよね。で、ここ6、3が埋まってるから、ここで7が来るね。ってことは、この欄に7がもう来る。ってことは、ここが7。っていうのが分かってきます。4が分かったから、4のちょっと戻る。4。4。
メモはなるべく分かりやすい、自分で分かりやすいようにしてするといいですね。うんうんうん。Yeah.